全て失った。ハードディスク、ネットワークアクセス。まずはオンラインに戻らなければ。クララはどこだ？注意しろ、エイデン。彼女を巻き込むな。これ。ありがとう。あいつらは何者なの？わからない。CTOS 検索で気づかれたに違いない。それを聞きたかったの。システムハックが他でも使われてるらしいの。私があんたに渡したから。ちょっと待て。誰にも渡していない、絶対に。信頼していいのかしら。いいか、説得する時間はないんだ、クララ。信頼できないというならそれまでだ。モーテルの部屋で何者かに襲われ、妹は行方不明、手がかりは何もない。今の優先事項は他にある。分かってるわ。もちろん。この場所知ってる？この近くに CTOS の最初の実験場があるらしいの。バンカーと呼ばれているわ。いわゆる都市伝説によると。バンカー？都市全体にアクセスできるのか？検知されずにね。何ヶ月も調べていたの。都市計画の書類とか、彼らが見られたくないもの。どのマップも空白がある。ちょうどあの辺。それからモーテルの保証金は返ってこないわね。探そうか。あのバンカーとやらに入ってやる。検知されないネットワークか。この現状を打破できるぞ。振るわ。いた。最近あの島に渡ったやつがいる。名前はトビアス・フルーア。CTOS 開発者の一人よ。クビになるまではね。イカれたやつじゃなかったら薬をやってる。両方かも。すぐ近くに住んでる。ホームレスキャンプがあるの。ホームレスなのか。こっそりと店を出してる。デッドセックもレアなハードウェアを買いに行くほどよ。あいつは忘れて、被害妄想がひどくて話さないの。俺が説得する。話すのは任せるわ。本当にここにあるのか、おい。本当よ。迷信を信じやすいんだな。昔パパがよくトランブランに連れてってくれた。お宝を探してるんだっていつも言って。その頃は山小屋から盗んでるなんて知らなかったけど、金の腕時計とか道具とか、特別なものを見つけた時のあの表情。ある時、威厳ある皇帝が描かれた古いコインを見つけた。古いローマのコインって言ってた。とても貴重だって。でも私にくれたの。魔法世界への、ローマ帝国への扉だって。やっぱり親子ね。私も目を輝かせてた。そのバンカーもあるといいな。そうね。当局は CTOS ネットワークのおかげで。あった。あそこがトビアスの店よ。ほとんどは違法なジャンク品。運が良ければたまにレアな設計図があるわ。いないみたい。どうするの？あいつと連絡を取れる奴がいるはずだ。少し見てくる。高そうだな。何か用か？ポーカーの途中なんだ。店
店に誰か来たぞ。閉店だ。待て、どんなやつだ。さあ、パンクな格好の女と。じゃあ閉店だ。ポーカーか。俺も入れてもらおうかな。ポーカーか。さて、どこに隠れている。よし、いいぞ。待て、なんだ。この通信を調べている奴がいる。フィクサーだな。おい、こんなの信じるんじゃない。ついにフルーバーを見つけたんだ。捕まえに行くぞ。いたぞ。すぐに連中に狙われる。止めなければ。確かにちょっとおかしなやつだ。だが見つけた。一人で行きたいんでしょ。いいわよ、島で会いましょう。おう、まさかこんなところで違法ポーカーか。この中の誰かがトビアスだ。入れてくれ。誰だお前、見たことないな。あ、知らないぞ。落ち着け、トビアスか。関係ないだろう。イエスってことか。いや、お前には関係ないってことだ。いい態度だ。それでブルームをクビになったか。トビアス、止まれ。欲しいのは一つだ。渡せば逃がしてやる。嫌だ、絶対に見つかる。奴らとは違う。
どうして信頼できる。撃って奪う方が楽だからだ。答えになってない。そうか、あんたの思う奴らの仲間じゃない。この会話が知られることもない。あのバンカーには電気がない。奴らが止めた、わかるか。あそこは墓場と同じだ。なあ、なんとかできる。考えてみると最初からそうだった。墓場だ。あの場所と関わった人間は皆死にかけてる。いい、いいんだ。ほぼ安全だ、ここなら。ああ、トビアス、橋のリモコンをくれ。頼む。リモコンか、作ったな。ああ、ものづくりは得意だ。それはすごい。渡してくれ。ああ、よし、いいさ、持ってけ。ありがとう。お好きなように。重いか。言っておくが、重くなる一方だぞ。なあおい、必要なものがあったら会いに来いよ。作ってやるから。ああ頼む。トビアスと同じ状況に陥ってもおかしくない。同じ連中に追われてる。今や俺も帰る場所がない。奴は薬か何かで興奮気味だったが、気をつけた方がいい。フィクサーに追われてる。奴らに見つかったらどんな目に遭わされるか。いや、ところでモーリスが自分から場所を吐いた。そこで何か見つけろってことらしい。答えが欲しければ奴の後をたどれだと。意味不明だが何かわかるかもな。ああ奴は理由を理解させようとしている。ご褒美でも与えとかないとな。なんだ、クッキーとかか。さあな、考えてみろ。